なんやドライバーが免許取り消しになってしまいました。なんやて、どういうことか説明せんかい。実は車検の有効期限が切れて更新できませんでした。なんで気づかん。2018年、国交省と警察の車検取り締まりに関する実証実験の結果、およそ1000台に1台の車両が車検切れだったことが明らかになったとされています。車検証の有効期限が明記されてなかったんです。それなら別紙に書いとるやろ。その別紙が見つからないんです。無駄わけない。しっかりと箱に入れとったんじゃ。会社のどこに絶対そんな箱どこに。お困りですね。こんなことがないように、運送路導入しませんか。誰、運送路の車両管理を導入していれば車検証の一括取り込みが可能です。さらに自動更新にも対応、めちゃめちゃ簡単です。だが誰や。車検証情報のエクセルファイルをドラッグ&ドロップすれば国土交通省とリンクした車検証データに自動で登録。しかも車検と3ヶ月前のお知らせアラート機能があるので、うっかり忘れにも安心です。これなら安心ですね。誰なんや。社長。なんや、その机の上の箱何ですか。わしとしたことはこいつばっかりや。それではご契約お待ちしてます。こんなことがないように運送路を導入するんじゃ。ええな。うん、そうする。運送路導入しませんか。運送路の車両登録は車検証からナンバーと車台番号を入れるだけ。 ETC 連携、レジタコ連携、燃料カード連携、それぞれの ID を運送路の車両番号と紐付けるだけで利用状況が自動で反映。一発取り込み、車検証自動取得、うっかりにも安心。車検、点検、事前アラート、簡単登録から始まる車両管理の超進化、車両管理 DX ツール運送路、ぜひお試しください。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。